戦後は、シナチベット語族、シナ語派、語に属する言語の一つであり、主に、中国福建省中南部の保伝子周辺で話されている。戦後は、中国語の十大方言あるいは七大方言の一つである、語に属する、福建省保伝子の管轄する四句と、占有権を中心に話されているため、両地の名を連ねて、戦後あるいは戦方言と呼ばれる。 戦後の代表地点は、保田市で、歴史的には強化軍、強化府などと呼ばれる地域であったため、強化話という呼び方もある。保田市以外では、復讐市が管轄する複製市の南部、永代県の一部、泉州市が管轄する泉港の一部で用いられる。主に、貧南語が話される、泉州市と主に東語が話される、復讐市との中間に位置するため、過渡的な特徴を持つ。 音韻面から比べると、復讐語よりも、先州の方言に近く、後から復讐語の語彙を取り入れているという見方がある。保田市から離れた地域として、福建省東北部の福金江県の砂沈周辺の村に2000人ほどの和社がおり、福安県の柏石里には1000人余りの和社がいる。また、台湾政府が実行支配する金門県から座里も、 地理的に保伝に最も近く、少数の場所がいる。カラスザトの言語はカラス話と呼ばれることもある。海外では、マレーシア、シンガポール、インドネシアに比較的多くの保伝子出身の歌人、家教がおり、変グは、神話と言い方で呼ばれ、故郷の言葉を使用している。逆に、保伝子の管轄地域内でも、南日島の一部では、貧南語が使用されている。現代の保伝話では、 下記の表に示す14種に加えて、ゼロ生母を加えた計15種の生母がある。中、ベータが、音音変化により現れる。死因、編集死因としては、上記の生母のほか、音節末の正門閉鎖音、がある。音節の最初の子音として、特定の2つの音節が続くことにより、優勢量唇摩擦音、ベータが現れる。また、音節末の子音として、ハ波音の、P、 t, k が現れる。出現条件を以下に示す。ここで v は、母音、c は、死音はゼロを表す。例えば i, p の場合、イ m と発音される。ただし、すべて法則通りに変化するわけではなく、変化の有無で意味を区別している例もある。例、最重 j ラウ、jc をンボは、40種がある。 近隣の復讐後に見られるような二つ以上の音節が重なるときの規則的な陰謀変化現象はない。下記のように基本成長は七種、長値は八種ある。日照子は文読みと白読みで長値が異なる。影日照の白読みはすでに音節末の正門閉鎖がなくなり長値11で読むため陽虚章と同化している。2つ以上の音節が続くことにより 前後の音節とも調知が変化する複雑な連続変調がある。前後は他の語と同様に一つの漢字かつ同じ意味で文読みと白読みという別の読み方を持つ字が多い。前後の語彙は漢語共通の現代語位を除くと語、特にアモイ語や復習語と共通する形態素を持つものが多い。しかし、 近隣の復讐や先州とも異なる独特の語彙も少なくない上、発音の違いも大きいため、復讐や先州の人との会話にも困難を伴う。独特の語彙には、漢語の古語も含まれるが、非看護系の語彙も少なくないと見られ、古来の漢字で表すのが難しく、荷借や方言字の考案によって漢字化しているものもある。ありがとうございます。